はい、どうも、宮本です。今回は、ラシタ・キワカの祠、攻略しようと思います。あ、しまった。あと、場所はここですね。ちょっと攻略し忘れてましたね。ほんと攻略し忘れてました。っていうか、あったの知りませんでした、こんなところに。なんか、地底の根を調べてたら、普通地底の根の上空に、祠があるはずなんですけど、なんかなかったんで、あれと思って、ちょ攻略サイト調べてみたら、なんか、ここにあったんで。ボリ押しでいきます、こんな。ザコども。こいつ引く。やべやべ。本当はこの今見えてる、真正面に見えてるやつあるじゃん。あそこになんか兵器みたいなの使って倒すのが簡単らしいんですけど。めんどくさいんでご利用しでいきます。あ、立てないこれがいいんだ。こんなんご利用しで十分なんで、こんなザコで。嘘、ちょっと変わったと思ったら。ちょ。いやー、このシリーズ好きだな。弱いから。こんだけ強くなってるから。ハートとか、スタミナめっちゃあるから。余裕だから。本当は攻略動画によると、この檻の中に、なんか兵器みたいなの入ってるんですけど、それで倒すのが一番かっこいいやり方なんですけど。はい。あ、魔法の杖か。これ一個持っといた方がいいな。仕方終わります。